皆さん、こんにちは。雄大先生です。今日はちょっとなかなかの練習をしようと思うんですけど、皆さん、この人、この人の仕事は何ですか先生でしょうかうーん、ちょっと違いますね。先生というのは関西弁なんですよ。なので、標準語では、先生、先生。2番目の背で下げるんですね。先生、先生。 このように中高で読みましょう。そしてこれ、私の名前ですけど、雄大先生です。雄大先生。雄大先生。もともとのピッチアクセントは変わらないんですね。では次。とても美味しそうですけれども、これは何でしょうこれも中高で、弁当と読むんですね。弁当というと、何々弁当に聞こえるんですね。 梅干し弁当、鮭弁当。これなら OK なんですけどね。では次。出ました。皆さんの嫌いな。納豆、納豆。これもなかなかなんですね。では次。ハートは日本語で心、心。 では次。この人は何をしていますか歩く。歩くは中か,かの動詞です。ですので、歩いている。歩いている。何々しているという時も中か,かで発音されます。しかし、遊ぶは平板ですので、遊んでいる。これは平板になります。では次。うー、死にそう。これは日本語で 寒い、寒い、寒いはなかなかです。他にも暑い、高い、低いなど、なかなかの形容詞はとても多いんですね。では次。どうしてもケーキが食べたいんです。なぜなら、月曜だからですね。月曜、月曜、月曜日。何々曜とか何々曜日というのは全部なかなかになるんですね。今からちょっと練習してみましょう。火曜。 火曜日。水曜、水曜日。木曜、木曜日。金曜、金曜日。土曜、土曜日。日曜、日曜日。では次。これは何でしょう台風。 台風という感じです。他にも面倒、正直など中々で読む単語がたくさんあります。ちなみに今ここにあるこれなんですけど、英語圏の皆さんはね、英語であの、バナナとかトメイというので、それに合わせてバナナとかトマトとか言ってしまう方もいらっしゃると思いますが、これはバナナ、トマトです。バナナ、トマト、頭高ですね。